ドラゴンドラグーン3と違って、あのカットといいますかね、あのパートの分けるところに迷いますね、これ。クラウドみたいだな。そうでした、こんな感じでした。ヨナ、なんだこいつら。めちゃくちゃ出てくるんでしたよね、これ。あー、なんか武器みたいなの持ってるのが、あ、みんな持ってるか。よし、コンボを切りたくない。あー、ここで確かトロフィー手に入ったことがあるんですよ。100ぐらいチェインが簡単につながるので、ここ無限に湧いたと思うんですよ、確か。どけ、早くヨナを。こっちこっちこっち、この辺この辺、よし。いない。あー、切れちゃった。よし、よし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 、どけ、早くヨナを。よしよしよし、当たってる当たってる当たってる。いやー、コンボ消えちゃう。いやー、消えちゃう、危ねー。ちょっと武器を変えてから。いやー、強くなってる。めちゃくちゃ速い攻撃が。よし、こっちこっちこっち。どけ、早くヨナを。あぶねー。よし、頑張って100まで持っていきたい。よし、あぶねー。よし、いった。トロフィー出ないかな、これで。なかったか、ないのか。当てた出た出た出た。よしよしよし。あまりトロフィーにはね、あまり興味ないんですけど、ね、私。せっかくなんで取ってみました。よし。でもニーヤレプリカントはプラチナまでいったかな。どけ、早くヨナを。これ以上速度は速くならないのかな。めちゃくちゃ速い。あ、切れちゃった。あれ、これもしかしてここ殴らないといけなかったっけ。妹、邪魔だ。あ、ここか。ヨナを勘違いしていた。痛いではないか。邪魔だよヨナ。こら、待たぬか。我を無視するつもりか。選ばれし存在である我を害虫のように扱いおって。ヨナ、大丈夫。ヨナ、ヨナ。まった、これだから人というのは。目の前の課題を一人でやり遂げようという心がけは実に立派である。ヨナ、ヨナ。どこまで会話があったっけな。
キーツの愚かし。なぜ古代の英知に助けを求めぬのだ。古の書の深淵なる助言を聞き漏らすのか。なんだお前は。そのような雑魚ども、我らが一掃できようと、我々と心得る。肝心に力を与えし白の書であるぞ。ビクビルでない。最後の機会を与え、我の力を借りたくは素直に頭を。これで会話が終わりかな。よし、何時に最後の機会を与え、ね、なぜ古代よし、どうやったらヨナを助けられるの。後ろでいっぱい湧いてる。我が魔物どもを一掃すれば、あの魔法陣も解けよう。そんなことできるの。見て、我を誰と心得る。肝心に力を与えし白の書であるぞ。ビクビルでない。あ、そうでした、こういうのあったあったあった。早く何とかして、白。我の名を略すでない。どんどん魔物が出てきてるよ。我に歯向かうとは愚かな。神羅万象を言葉で修飾できるこの白の書は相手に。どうしたの。思い出せ。お前の力任せに打ったので記憶が飛び出し。そんな、とにかく何とかしなきゃ。よし、いつ魔法使えるようになるのか。よし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 。シロはあの黒い魔物の血を吸ったの。血は白。いい子。大丈夫、しっかりして。どうやら我は黒いやつらを倒して力を取り戻せるらしい。よし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 、やっと楽になったぞ。魔法の力、行くからな。結構追尾は適当なんだ、当たってないぞ。これで終わり。やっとボスだ。襲いかかると知性を感じられること。とはいえ、一気同時に相手にするのは骨が折れる。ちょっとカメラをうまく使っていかないと。動く石像に喋る本か。どちらもおとぎ話ではないぞ。ねえ、しかと戦え。縦に攻撃当てると弾かれる。頭に血が昇った方の負けである。まさしくゼルダみたいですよね、この感じは。剣先から目を離すでない。了解です。わかった。これは防御結界。何それ。防御結界の敵には剣も魔法も用をなさる。じゃあどうすれば。防御結界を張ってるやつは
動くなどするべき。動いてる方からどうせ。硬い硬い硬い。今度はもう片方が防御結界を張ったぞ。ちょっとすみません、もうちょっとカメラ速度を上げますね。マックスいく。あ、自動追尾というのはこれがもしかしてここに入るの。まあまあいいよ、ちょっと距離を取ったら魔法で攻撃する。了解です。危ねえ。硬い硬い。当たった今の。回り込んで攻撃するのだ。見苦しいぞ。なんて戦い方しておる。ごめんね。ちょっと黙っててよ。今だ。とどめを刺すのだ。全然減らないな。魔法アビリティではないです。あれアイテム。はい。あ、これでやっと今回避とあれを変更できるんだ。どうしようかな。ちょっと変更しようか。こっちを玉にしたい。で、回避をどうしようかな。ここを、防御に変えて、ここを回避にして、L2、R2 で、魔法にします。そうか、まだないから、まあこれでいいか。ここも一応回避にしておくじゃ。よし。避けよ。危ねえ。極めよ。危ねえ。当たらない。当たるちゃうんだね。ですちょっと待って、アイテムはどこで使うんだ。使い方違うよね。あ、十字キーだったな。まず集中して倒せ。すいません、ちゃんと説明を読んでないっていう。申し訳ない。やつらを倒さない限り助け出すのは難しいだろう。硬いな。あ、そうだ、ガードに引っ張ったんだ。とどめを刺すのだ。今は目の前の敵に集中せよ。危ね。間違えた。娘を助けなくていいのか。よし。あ、カウンターするとこういうことがなるのか。狙う価値ありましたね。前回のパートであまりカウンターをメリットがないって言ってましたけど、十分ありましたね。今だ。とどめを刺す。よし、終わった。あと1匹。これが強いんだ。危ないって。そうそうそう、ここで変える。弾筋を見極めて一気に片付けろ。ですね、ここに槍をつけて、
こうしよっか。避けるので精一杯だよ。白の力。まだ2本しかない。頼りないな。しっかりしてよ。あれ。あれちょっと待って、なんで。ああもう強制的に変えられてみたいですね。ちょっと。行って、ちょっとこれも使っておこうか。あぶねー、やるね。ちょっと見えない。で、ちょっと見にくいなこのエフェクト。ちょっとしてやられてるよ。すいません、下手くそで。これ当たんないでしょ。よしよし。あら、ガードもう少し早く。薬草だ。ダメ。危ねー、それはダメです。よし。あ、攻撃ボタンを押さないといけないのか、確か。よし。よし、こうだこうだ。思い出した思い出した。よし。今ぞ、攻撃の契機だ。次こそは決めるのだぞ。すごい時間かかるな。これだけ一パート終わりそうだな。OK。もたないことだ。気をつけろ。日本妻のやつが凶暴になったぞ。わかった。よしよし、まだ攻撃の敵だ。よし、次で倒せるか。怒りに応募がしておるようだな。怒り、あれには感情があるの。感情があろうがな。痛い痛い痛い攻撃の7巻まで。痛い痛い痛い。カメラ落としてくれたよな。日本人のやつだ。無敵のままだよ。よし、あの人たち避け。今ぞ攻撃の敵だ。すごい時間かかるな。ノーマルの方がいいかな、やっぱり。ありましたね、こういうの。きた。よし。どこが湧いてきたぞ、蹴散らせ。ボスの攻撃当たるのか。まず小さい奴らを倒すね。ちょっと気を抜くな。戻す。すいません。あれやこれやで申し訳ないです。これでいこうかな。ちょっと待ってよ。やり、あ、オッケーオッケーオッケー。やっぱり初期に戻します。このパート2、3のあたりでもうこっちに慣れてしまったら、この操作に。
象が起こってる。光は負のエネルギーなり、恐るに足りる。ちょっと死んじゃうな。これ確か消せるんですよね。よし。あまり近づくと危ない。遠距離攻撃だね。危ねえ。やめてそれ。よし。よし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 。だいぶ慣れてきました。よしよしよし、だいぶやっと慣れてきた。いてー、当たるそれ、すごい減っちゃった。痛いなぁ。そろそろダウンしない？すごい時間かかってる。このボスだけでパートが終わっちゃうな。よしよしよし、イエーイ。で下手くそで申し訳ない。もしかしたらこれは次回から難易度を変えるかもしれない。よし。うん、ガードがね、うまくいかないんです。やっと。いやー、あと1回は食べるな。いや、外れちゃう、これ。あれ、ガード間に合わないの？ごめんなさい、下手くそで。よし。いや、当たるか。もう返ってないよ。ハードは難しかった。よし、終わった。やっと終わった。ちょっとこれは難易度を下げようかな。尺が長くなっちゃう。よし、やっと助けれる。お兄ちゃん、ごめんね。ヨナ、またお兄ちゃんに迷惑かけた。謝るのは僕の方だ。ごめんね、怖かったね。早く家に帰ろう。何やら剣呑であるな。この神殿古そうだもんね。早く出よう。間に合ったようだな。お兄ちゃん、月の涙なかった。お兄ちゃんはお金持ちにしてあげたかったのに。ごめんね。ヨナ、
門病であってるのかな。なるほどね。さてこれでパート終わっちゃうな。申し訳ないです。ちょっと次回からは難易度を下げていこうと思います。ノーマルでやりましょう。思いのほか時間かかったのと難しいですね。よーし、セーブだけしたいな。どうしてヨナなんだ。何も悪いことしてないのに、どうしてヨナが僕たち兄弟ばかり、なんでこんな目に。我とて助ける方法があれば助けてやりたいのだが。よし、あれ、あ、ここかここか。よし、では、どうもご視聴ありがとうございました。もしよかったら別の動画も見てください。失礼します。